はい、どうも皆さん、こんにちは。早春です。ということでね、今回はサクッと週間評価やっていこうと思います。いつもショートで出してるんですけども、今回は声出し、そして台本なしということでやるので、かなりですね、ごたごたになっちゃうと思うんですけど、ぜひご覧ください。それではね、早速見ていこうと思います。まずですね、今回来たのが、コルパマ、フェリックス、ナイルズが最初の3人ブースターですね。あ、フェリックスブースターじゃないのか。はい、じゃあやっていきましょう。まず、ドク。はいはいはい、173センチ。まあドクはですね、身長低くてドリブルしやすいのはまあ分かってるんですけども、ニュース4巻の飛び出し、これもともとじゃないよね多分。で一回見ていくんですけども、ドリブル92、はいはいはい、一回ブースター確認する。ボールキャリー、これやばいんじゃないの、これやばいんじゃないので、パス77、はいはいはい、で決定力75と、でスピード、おお速えな、でフィジカルも71、熱いね、で逆足も使えると、でボールキャリーでダブタイラッシュコ足裏で特殊で今回、はい、今回がついたのかな、今回はどうなんだろう。でワンパスルパワークついてないと、はいはいはい、まあ典型的なドリブラーって感じですね。で次チュアメニ、187センチ、でセンターバックもできると、ハードプレス、はい、足元ある、パス能力高い、決定力74まで伸びてるね。あ、守備能力あんまないんだ、はい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 、でスピード瞬発フィジカルと、ビエラみたいな形にはなってないね。正直ちょっと厳しいか、これは。パスが上がってるのは熱いかもしれない。で、足裏、はい、足裏あるんだ。で、ワンパ、インターセプト、ヤバトル。そうだな、今の環境には結構合ってるかもしれない。CMF とかで使うんだったら、この選手結構いいと思います。はいはい。で、次、キミヒ。右サイドバック、キミヒ。さあさあ、期待できますね、かなり。で、右サイドバックできると。まあ、元からできるんだけどね。パス、はい。決定力上がってる。守備能力高い。で、カーブが高いね。カーブ86万だ。で、スピード、はいはい。結構、攻撃的サイドバックに、ま、迷ってる方結構いると思うんですけど、無課金、未課金の方。結構、この選手ありですね、マジで。今の環境、ワンパスルパワーって、このパス能力だと、だいぶサイドバックで使えると思う。でも、結構中盤寄りかな。今のこの感じ。中盤で使うのがやっぱ安牌かな。スピード72ね。まあまあ、分かれそう。正直分かれると思う、意見が。で次フェリックス、フェリックス181センチ、一番使用感いい選手、この選手がインサイドレシーバー、オムフとかで使えるからね。で、あ、ドリブル93で、パス9な、パスそんな高くないんだ、はいはい、毒じゃん。ちょっと遅い毒やん。でもやっぱ毒の方が強そうだな、これ見る感じ。はい、スキル完璧やね、スキルは完璧。マジでフェリックス一回使ってほしい。インサイドレシーバーだからな、オムフで使ってもらいたいかな、この選手は。はい、次、パーマ行ってきましょう。パーマ189センチ。ニュースカウント飛び出し、変更なってるよね、ニュースカウント飛び出しは。で、うわ、えぐい。え、これ、いいね。あー、ちょっとボディコント低いかって感じやけど、結構使える人にとっちゃめっちゃいいと思う。ストライカーセンス。うわ、ストライカーセンスだ。で、決定力86。正直これ使うなら、ダブタないよね。ダブタないから、まあこれもオムフになりそうだね。オムフでニュースカウント飛び出しっていうのが熱そう。で、ST とオムフのギリの場所に置いて、これ使うっていうのが結構ね、安牌になるんじゃないかなと思いますね。ミドルワンシューも、ワンシューも今回ついたっすからね。はい、次、トリンコン。夏、トリンコン。夏くもないか、別に。はいはい。フェリックス。すまんけど、フェリックス。フェリックスです、これは。うわ、え、いいんじゃないのこれ結構。スパサブ、スルパ。ワンパなくてもスルパさえあればいいってことあるからね。で、ミドルも打てると。これ ST だな。これ ST かなり強そう。ウィングスタイカーで無印になるから、ST 無印結構いいんですよ。で、両足使える。左足苦手な方もね、両足使えるんでかなり使えるんじゃないかと。184センチじゃ、これ強いね。結構俺は好きなタイプ。結構でも好み分かれるかな、これは。で、ゴードン182センチ。今回身長高いね。で、オムフできると。はいはい、まあ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 。これはしゃあないな。これはしゃあない。で、ワンパスルパあるから、結構いいね。オムフでも使えると思う。なんか、あんま選手揃ってないよって方は、一回試してみてほしい。なんかやっぱ、身長ってだいぶもう、能力以上のものがあると思うから、やっぱこれ合うか合わないかっていうのは一回試してもらいたいですね。はい、で、エミマル195センチ、攻撃的ゴールキーパー。マジ揃ってない人はマジこれ使ってもいいね。いいね、スキルも。フィリピ・アンデルソンと。フィリピ・アンデルソンナンバー10じゃないんだ。あ、2列目なんだ。あ、能力いいね、普通に。普通に能力いい。で、足元、ダブったとこ欲しいけどね。はいはいはい、まあ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 。まあ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 って感じ。182センチセンターバック。バレージやん。バレージの能力。
わあ、まあまあ、これもまあまあだな。でもワンパーあるし、インターセプトブロッカーあるから、結構アンカーでは使えないんだけど、そのなんか、なんていうん、アンカー気味の感じで使ってみるのはありだと思う。で、最後、メイトランドナイルス。はい、180センチ攻撃的ゴールサイドバック。で、両サイドバック、いろいろポジションできるんだ。ああ、まあ、これは普通に強いと思う。意外と使ってみたらわかる強さ。サイドハーフでサイドバック、気味に使うっていうのがありやと思うね。サイドバックの一番下でギリギリで使うっていうのはこれ強いと思う。ということでこんな感じで今回評価か、まあ1から10段階、まあ1から100でいきますか。1から100で言うと、まあ、結構無課金美課金の人にとってはまあ75点、いや80ぐらいいくと思うな。結構あの安定して強くはある。あんまり外れ枠がおらんっていうのは熱いんやけど、まあ割とセンス揃ってるよって方はマジで、引かなくていいかな、これは。あの、GP にもあんまならなそうな感じなんで。まあ、ってことで、ぜひこれ参考にしてみてください。ということで、この動画がいいな、参考になったって方、ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。